どうも、FX のこぼれ話でございます。FX ってね、エントリーが9割なんですよ。上手な人ってエントリーがものすごく上手です。だってね、売るつもりで安い時に買ってるわけですよ。だから、買った瞬間に売る価格をいくつか決めてるとも言えますよね。まあ、ですんで、エントリーが9割なんですよ。商売でも同じなんですけども、市場に行って魚を仕入れる際にね、やっぱこう値頃感ってのが分からなければ、あ、今日の魚安いですね、鮮度もいいしってならないでしょ。適当に買ってるんじゃないですからね。あれ、ここ最近アジが1匹120円だったのに今日90円じゃん、今日は多めに買っとこうかなっていうのが商売ですからね。で、通常の商売と FX が違うのは、商売ってのは仕入れた商品を、じゃあ90円でアジを仕入れました、1週間経ったらアジの相場が150円になってました、その時に90円で仕入れた冷蔵庫にあるアジを、じゃあ150円で買い取ってくださいってことができないってことなんですよ。でも FX はできますよね。ずっと寝かしておいた過去に買った90円のドルを、今日150円だから買い取ってくださいって言うと買い取ってくれるんですよ、ね、そうすると差額の60円が懐に入るって話になります。ですんでエントリーがもう9割なんですよね。だから私は思うんですけども、エントリーする際に適当にやったんじゃダメですよ。適当にやると塩漬けになります。経験あるでしょ。塩漬けになっちゃうってのはすでにエントリー間違えてるんですよ、うん、でしかもロスカットラインも設けてないでしょ、うん、そういうことだと思うんでね、適当なエントリーは乱暴な結果を生みますんで、それで勝つことはないですね。でもほとんどの方はこれやるんですよ、ベテランでもね。ベテランというのはどういうことかっていうと、 FX のベテランというよりもFX を始めて3年4年っていく方ですよ。でそれでもね、目覚ましい結果が出てないってことは、これね、乱暴なエントリーのまま3年4年と続けてるんですよね。だから早期に修正が必要です。じゃあエントリーの際にどういうふうな点に気をつければいいのか、これは単純で根拠を持つことなんですよ。エントリーしました、なんでここでエントリーなんですか、なんでここでバイなんですか、なんでセルなんですか、その根拠に対して3つぐらいにまとめて答えれるといいかなと思います。で、私の場合は根拠が少ないけどエントリーしましたっていうふうな前置きをお話しすることがあると思いますけども、根拠が少ないっていうのはね、大体私ね、根拠が2つしか見つからなかった時、見切りで行くんですよ、うん、だから結構ね、勇気がいります。根拠が1個しかないのにやることはまあほぼないです。1個だったらもうね、ないのと同じと思ってますから。だったら時間を置いて根拠が増えるのを待つしかないですよね。もしくはたった一つの根拠が消えるかもしれません。そうなったら逆の発想を持つんですよ。バイでエントリーするはずだったものを、じゃあセルで根拠が持てないかなっていうふうに考えていけばいいわけでしょ。で、バイでもセルでも根拠がマーケットに見つからないってことは、マーケットの動きがすごくね、少ないのか、まあ、方向性が定まっていないのか、それともそれを見抜けない自分のテクニカルトレードの技術のなさかっていうところに、わからないという理由が見つかるわけなんですよね。はい、じゃあ今回は以上です。お疲れ様です。